じゃあ出発、楽しみ。美しいね、楽しみ。後ろ見て、ほら見えてきた。あ、本当だ。ギザギザが穂高の。この時間にさ、こんな景色見るの初めてだね。朝だいたいガスってることが多いもんね。楽しみ楽しみ。あっち見て、とんがり見えてきた。あ、ほんとだ、槍だ、あれが。すごい、急がねばまずい。急がねば。やばい、だいぶ明るい。どうなの？まだでした。すごいね、すごい、素晴らしい。城が、笑えてくる、すごくて。もうすぐかな。すごい。あ、なんかもう泣けてくる、感動。すごい。ここに自分がいるっていうのがすごい、信じられないよ。これか。天空の滑走路、これだ。
すごい。すごい雲海に浮かんでる山が。素晴らしい日。すごいな。ね。この景色が見たかったよね。うん、見れた。嬉しい。すごい。いいじゃん、ちょっと写真撮ろう。一枚寒い。すごい岩がゴツゴツよ。すごい。どこもいいよ。どこ撮っても絶景よ。360度。すごいね、ここすごいね。わーい、山頂激烈に混んでる。はい、到着。やったやった、すごろく山頂。シートクロベを一緒に撮って。すごい。あれは何？すごい、この稜線がいい。歩きたい、歩きたい、この稜線を。じゃあもう最高の眺め堪能しながらまた下山していきたいと思います。あー、もうめっちゃ嬉しい。お腹空いてきたからね。うん、あの朝ごはんは4時半からと5時半からで間に合わないから、ちょうど朝日の時にお弁当を頼んだから宿に戻ってお弁当食べたいと思います。ね、お腹ペコペコ。もう素晴らしいな、笠ヶ岳がすごい綺麗。
本当に来てよかった。本当に舞台、滑走路っていうかもう最高の舞台だね。すごいね。ここは素晴らしい。素晴らしい。後ろもすごい綺麗、青くて巡行だとね、すごろくだけ、槍はかっこいいね。私は今頭の中でね、次の縦走計画を妄想しています。わしばだけ横断みたいな。泣くやつじゃん。泣くやつじゃん。泣くやつ。でもゆっくり行けばいいから。2泊3日3泊4日。お父さん嫌だ。坊主にしないとか。アイスゴロク小屋到着。帰ってきた。じゃあ荷物まとめてお弁当食べましょう。素晴らしいお天気。弁当開封の日。じゃーん。美味しそう。お手拭きと割り箸付き。いただきます。あ、おいしい。しっかり味付いてる。味ご飯。鮭。おいしい。と今7時25分ぐらい。今から四方高口まで下山したいと思います。帰りの景色も昨日全然見れなかったので楽しみながらゆっくり帰りたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。小屋もゆっくりできてよかったです。すごい、池がめっちゃ綺麗。昨日より重たい気がするの。気のせいだよね。気のせい。
気のせい？昨日は見えなかったものが全部見える。ねえ、最高よ。楽しみ。もうお花もすごいよ。嬉しい。最高最高。かわいい。素敵。パパーン。すごい。見てほら。うわ、すごい。すごいよ。昨日は何も見えんかった。すごい。すごいね。うわー、でもこんなところ縦走したらさぞかし楽しいだろうね。まあ無理だけど私たちは。ドーンだよ。ドーン。ドーン。うわー、すごい。なんて素晴らしい。ここすごい。ここすごいもんだって。あー、白山もすごいよ。綺麗。白山割と白いね、まだ。そうね、雪が多いのかな、やっぱり。これ名前変えた方がいいと思う。指どこにもない。白山ベンチって書いてある。確かなんという景色。あのさ、いい景色を見ると笑えるのなんで？なんでしょう。わあ、こっちもいいし、やってもいいし、最高ですね。ノリクラの、うん、奥が御嶽さんじゃないか。ちらっと見えてるの、うん、でもなんかあんな横に山があったかな。こんなにクリアに青空ね、すごいね、うん、ずーっとこうつないで、ずーっとあっちの奥のつばくろの行けないけど、私たち行けないね。へたれはいけませんよ。でもそれを考えるとなんかすごい胸熱でしょう。いける人はいける。いける人はいける。あー、ここも見晴らしいね。すごい。あれ、花見だよ。あそこ花見だよ。ここから見てもお花がさ、ね、お花畑がすごいね。わー、すごー。
あ、鏡平見えた。ええ。鏡池ほら。あそこまで今から降りるよ。すごいお花畑か。すごいね。めちゃくちゃかわいい。青空のお花畑最高だね。そしてこっちには荒々しい人だかが。花見平からのすごろく、ちょろっと本当だ。すごい、ここ特等席だね。本当に素晴らしいお天気。あっちからもこっち見てるかな。本当にこんなにずっといろんな山が見えてる登山道だったんだなって感じ。確かに。もし昨日ここ歩いとったらさ、ね、何も見えんかったけど本当はもうすごい景色だったんだな、うんうん、でもなんかその方が良かったかもっていう感じ。まあ、確かに昨日は涼しかったからすごい登りやすかったから、うん、そうだ。こんだけ暑かったらきっとすごいへばるよね、うん、そうだね。まあ、結果オーライということで、うん、最高の景色に恵まれて、うん、山の神様ありがとうございます。ちょっとお茶飲みましょう、はい、一気にこんだけ降りてきた。まだ膝は大丈夫。かき氷食べる？開いてるよ、いつ、うん、じゃあ、かき氷食べたいと思います。かき氷いただきます。900円。まあでも、街中でも今うん美味しい、練乳が。じゃあ、かがみ池楽しみ。波が立ってって言ってるね。朝だと多分ね、風がないからいいんだろうけど。おー、これが見たかったやつ。なるほど。うわ、すごい。今日めちゃくちゃいいね。最高だな。最高だ。嬉しい。わさび平小屋まで頑張るぞ。
あここからまた1時間20分、うん、歩いたらわさび平小屋。